今日午前10時過ぎ、大阪阿倍野区昭和町で4階建て住宅のおよそ50平方メートルが燃える火事があり、周辺の一帯が煙に包まれました。今ちょっと知り合いの家が近かったんで、見に来たらもう匂いがすごかったんで。警察と消防によりますと、火はおよそ1時間半後にほぼ消し止められ、怪我人はいませんでした。